えー、2030年に 5G から 6G に変わるみたいですが、6G になったら具体的に世界どうなってるんでしょうか知りません。無人タクシーなどが流行って完全な映画化にな,なっていくのでしょうかならないと思います。えっと、あの、5G になるとこうなるみたいなのを、まあ、いろんな方言ってらっしゃいますけど、別にあの、5G になったとしても、その携帯電話の回線がちょっと速くなるだけなんですよ。 で、あの、どれぐらい速くなるかっていうと、光ファイバーが上限です。なので、今、家に光ファイバーがある人っていうのは、5G が来た時と同じことができるので、なので、5G が来たらこんなことができるっていうのが、まあ、仮に事実であれば、家に光ファイバー引いてる人が全員そうなるんですよ。なんか、5G が来ると、例えば映画のダウンロードが5秒でできるとか言うじゃないですか。あの、理論上可能です。 ただ、じゃあ、その映画のデータを配るサーバーが相手に5秒で送る転送速度で送れるかっていうと不可能なんですよ。 例えばじゃあ Google の検索とかっていうのをそのなんか一日に数億人が使ってるわけじゃないですか。で数億人に対して映画丸ごとのデータを送るなんて転送量を Google のサーバーは持てないわけじゃないですか。まあ YouTube とかでもそうですけど。なので理論上可能かもしれないけど現実的に無理だよねっていう話のを 5G のなんか 5G すごいって言ってるところのサイトとかなんか動画とかブログとかほとんどそうなんで実態あんまり変わらんよねっていうところだと思いますはい。 結局要はあの回線の帯域っていうのを本来であればこの1本の,あの,その携帯の電波の回線を使って送るんですけどそれをその何十本も使ってそれを合成して一つのデータのように使うことができるので今までとは違ってめちゃめちゃいっぱいのデータを送れるよねってなるんですけどその相手の方がそのデータを送ってくれるかどうかっていうのだったりそもそもそんなにでかいデータを送るような需要ってあるのとかあと携帯電話でそれやるとアホみたいに電子組んで30分も使えないよねっていう現実の 問題があってでそんなにでかいデータを飛ばすんだったら電波じゃなくて普通に光ファイバーつないで PC でつなげばいいんじゃねっていう至極当たり前の結論になっちゃうんですよ。であの光ファイバーの方もその要はあれはの光のその,あのいろんな周波数帯が使えるのでその,あの多重化することによってデータをどんどん速くするというのは可能なんですけどなのであの皆さんの家庭に光ファイバーつながってて、まあ、100メガとか。 その早くて1ギガとかで繋がってると思うんですけど別に各家庭も10ギガとか100ギガとかで繋ごうと思えば理論上可能なんですよ。まあ、NTT の交換局がどうかっていうのは言いますけどただそこまで早くしてもそ、そまで早く送ってくれるそのサーバーサービスがないので意味がないよねっていう状態なんですよね。でも、まあ、なんかその 5G とか 6G とかわけのわかんないことを言ってたりする人もいるので気をつけてください。